と思ったの。清瀬高校のアジサイは約700株植えられており、いろいろな世代の方にも楽しんでいただけるアジサイになっています。ぜひ地域の方にも来ていただけると嬉しいです。来年アジサイウィーク来てくださいね。